はい、どうもゆうくんです。今回も、話題の車、そして新型車の魅力をカタログで紹介していきたいと思います。はい、ということで今回紹介する車はこちら、レクサス新型 CT200H でございます。で、この、レクサスの CT シリーズなんですけど、まあ、レクサスのね、現在のラインナップの中で、一番、コンパクトなハイブリッドハッチバックモデルと、なります。で、個人的にね、レクサスの中で一番、注目しているモデルであり、おすすめしたいモデルでもあります。で、先日ね、マイナーチェンジされまして、まあ、全体的にね、より引き締まった、スタイリッシュな、まあ、見た目になったなということになります。じゃあ、見ていきたいと思います。まず1ページ目にはですね、レクサスのブランドについてが、紹介されておりまして、で、CT の、フロントマスクが載ってます。で、次のページでは街中でのね、総合シーンが載ってます。非常にスタイリッシュな、コンパクトモデルとなりますね。で、こちらでも街中でのね、様子が載ってます。で、こちらのページでもね、街中でのいろんなシーンが、載ってまして、リアビューも、なかなかね、全体的になんかスタイリッシュな感じになったなと思います。夜のね、走行シーンが映っています。次のページでは、CT の、ま、デザインについては、いろいろと紹介されております。グリルの、デザインも凝った作りとなってますね。こちらのページでも、CT のブランドについては、紹介されております。次のページでは、デザインについてが、詳しく紹介されております。CT のデザインの方がなんか、まあ、よりかっこいいなと思いますね。外装も、なかなかスタイリッシュなんですけど、内装もね、やはり、まあ、レクサスのブランドに恥じない、プレミアムな、内装となっております。こちらの写真ではですね、黒と、オレンジのアクセントの、まあ、シートカラーとなっております。次のページでは、パフォーマンスについてが紹介されております。ボディの形状もですね、剛性かつ軽量なボディ骨格となってますし、まあ、マニュアル感覚でね、スポーティーな走りを楽しめるように、パドリシュートも、採用されております。で、あと、走行安定性と旋回性を、高めるための、パフォーマンスダンパーもね、用意されております。で、あと、まあ、空力性能の向上に貢献する、まあ、こういった、フィンとか空力のいい、ボディ形状となっております。で、この CT はですね、全車、ハイブリッドモデルということになります。で、燃費の方がリッター 30.4 キロということになっております。で、ベースとなっているエンジンが 1.8 リッターエンジンと、高出力モーターの、組み合わせということになっております。まあ、走行シーンとかね、気分に合わせてノーマル、エコ、スポーツモードを切り替えることができるようになっております。で、エコモードですと、メーターのね、表示が柔らかい感じの、表示になるんですけど、スポーツモードですとね、まあ、ハイブリッドシステムのインジケーターが、タコメーターとなるので、より、スポーティーな、メーターの印象に、変わります。で、モーターのみで、走行可能な、EV ドライブモードも用意されております。次のページでは、安全性能が紹介されておりまして、CT もですね、レクサスセーフティシステムプラスが採用されております。で、このシステムがですね、ミリ波レーダーと単眼カメラによる、安全運転支援システムということになっております。機能としましては、まあ、自動ブレーキの、ブレーククラッシュセーフティシステム、そして、車線逸脱防止の、レーンディパーチャーアラート、ロービームハイビームを、自動で切り替えてくれるオートマチックハイビーム、そして、レーダー方式のクルーズコントロールが、採用されております。次のページでは、使い勝手についてが紹介されておりまして、専用のナビがね、純正で、全モデルに、搭載されております。ディスプレイもですね、10.3 インチのワイドディスプレイとなってますので、まあ、非常にね、見やすい、ディスプレイとなってますし、あと、メーター内にもですね、4.2 インチの TFT カラーマルチインフォメーションディスプレイが搭載されてますので、
このねメインのディスプレイと連携して、車両とかのね、さまざまな情報を表示してくれるようになっております。であと、リモートタッチとかにも、対応してますので、直感的な、ナビとかの操作ができるようになっております。で、ハッチバック形状ですので、荷室もね、かなり広くなっております。次のページでは、ナビとオーディオについてが紹介されております。で、ナビもですね、LTE の通信に対応してたりとかしますので、ネットも、つなげるようになっておりますし、あと、その他のね、オーディオですと、ブルーレイにも対応してますし、あと、地デジも、見れるようになっております。あと、USB とかね、外部入力端子とかも、ついておりますので、さまざまな機器をね接続することができるようになっております。で、最上級モデルにはですね、メーカーオプションで、マーク・レビンソンの、プレミアムサロンドサウンドシステムが採用されております。で、これですとスピーカーがね、13個用意されるということになります。その他のねグレードでもですね、CT 専用の、プレミアムサウンドシステムが採用されます。で、こちらもですねスピーカーが10個用意されてますので、5.1 チャンネルサラウンドを楽しめるようになっております。個人的な意見ですけど CT のねプレミアムサウンドシステムで、十分なのかなと思います。CT にもですね、走りに特化した F スポーツグレードも用意されております。F スポーツですとかなりねスポーティーな印象になっております。で、専用のねエアードとか F スポーツのエンブレムとか専用アルミとか用意されてますし、 F スポーツ専用のねブラックルーフも用意されております。足回りもね専用のチューニングが施されております。で、F スポーツのインテリアもですねかなり、レーシーな雰囲気になっております。黒と赤を基調とした専用インテリアとなっております。で、アルミペダルとかステアリングにもね F スポーツのエンブレムがついております。次のページではレクサスの、サポートについてがね紹介されておりまして、レクサストータルケアとなっております。で、オーナーズデスクがね24時間いつでもどこでも、対応してますし、と、G-Link もね、3年間サービスが受けれるようになっております。で、保証とか、メンテナンスプログラムをねそれぞれ、5年と、3年用意されております。で、レクサスのオーナーになりますと、オーナーズカードが発行されるようになっているようです。次のページでは、環境性能についてが紹介されておりまして、エコドライブの、サポートをしてくれる、ハーモニアスドライビングナビゲーターについてが、紹介されております。で、隣のページでは、環境情報が載ってます。その他の、装備についてが、このページでは、紹介されておりまして、クリアランスソナーとバックソナーもついてますし、キーがカードキーとなっております。AC 100V のね、アクセサリーコンセントもメーカーオプションで、付けることができるようです。あと、デッキアンダーボックスとかそういうのもこのようにラインナップされております。で、ハイブリッド車ですので、車両接近通報装置が、採用されております。で、キャビンとかね、ボディも、衝撃吸収タイプとなっております。で、エアバッグもですね、車内全体を包み込むように、レイアウトされております。で、あと ETC 2.0 にも対応しております。次のページでは、カラーバリエーションについてが、紹介されております。で、カラーバリエーションも、モノトーンが、全13色で、F スポーツ専用の、ブラックルーフのバリエーションも全8色用意されております。インテリアカラーもですね、ノーマルシリーズですと全6種類で、F スポーツでもですね、全5種類用意されております。グレードがですね、まず、CT200H の、バージョン L となります。専用パーツが、このような感じになってまして、で、内装がこのような感じになります。で、
インテリアカラーもね、4種類用意されております。そちらがね、最上級の、フスポーツとなります。と、専用パーツが採用されておりまして、インテリアがこのような感じになっております。で、インテリアカラーが全4色用意されております。で、バージョン C となります。で、バージョン C ですと、純正ですとこのタイプの、アルミが、採用されますけど、オプションで、17インチの、アルミも選ぶことができるようになっております。インテリア、このようなタイプとなっております。で、4色用意されております。で、ベーシックになりますと、CT200H となります。カバー付きの、アルミホイールが採用されております。で、インテリアがこのような感じで、3種類用意されております。インテリアのね、カラーの、ラインナップと、組み合わせと、隣では、グレードごとの装備の、違いの、比較表が、出ます。で、隣では、主要装備一覧表が、出ます。こちらにもね、載ってます。で、隣ではね、価格表が載ってまして、価格帯が、377万円から、477万円ということになっております。で、主要諸現象がね、載ってます。燃費のことですけど、一番、ベーシックな、CT200H ですと、リッター 30.4kg で、バージョン L、F スポーツ、バージョン C ですと、リッター 26.6kg ということになっております。で、裏表紙がこんな感じです。はい、ということで今回は新型、レクサス CT200H について、紹介しました。はい。で、レクサスのね、モデルもですね、いつか、試乗動画とかも、撮りに行ってみたいなと、思っております。カタログの内容と、話の内容異なる表現とあったと思いますが、その点はご了承ください。また、ところどころお聞き苦しいところもあったと思いますが、その点もご了承ください。このチャンネルなんですけど、不定期で動画の方を投稿していきますので、チャンネル登録の方、ぜひぜひよろしくお願いします。で、Twitter の方で動画のこととかその他いろんなことをつぶやいておりますので、できればツイッターのフォローもよろしくお願いします。で、ツイッターのアカウントは説明欄の方に書いておきます。はい、ということでゆうくんでした。ご視聴ありがとうございました。